沙織、うん、今日って寒い？どうだろう、暑くなるのかな、わかんないけど、そんな寒くはないでしょ、うん、じゃない、今日 T シャツでいいかな、長袖でいるのかな、 T シャツでいいんじゃない、じゃあ、あの最近買ったやつ着ていこうかな、あのかっこいいやつうん、なあ、いいじゃん、あ、確かに、っていうかさ、ねえ沙織、うん、足かゆい、なんか足かゆい、なんだこれ、虫刺されたの、塗っとけば、え、何を塗るの、わかんないけど、なんか塗っとけば、めっちゃ痒い、右足だけ、うん、なんだこれ、うんうん、ちょっとごめんね、んマスカラ中に話しかけてくんなよ、ソリソリ、化粧の全工程の中でも特にマスカラの時話しかけてくんなよ、あ、そうだったんだ、考えたらわかんだろ、お前のせいでマスカラの黒いやつが下とかにピッてついたら、お前酒に取れんのかよ、あ、ごめん、後ろから飛び蹴り してやんぞ、こいつのこと、あ、意味わかんねえな、マスカラの時だけは絶対話しかけてくんだよ、お前の足かゆいとか知らねえんだよ、まず足かゆいこと報告してくんな、いちいち、お前の足かゆいよりいかにまつげを伸ばすかっていうことに全集中してんだからよ、どのタイミングだったらよかったの、クソボケがよ、ベースメイクは完璧だけどよ、あ、その時だったらよかったんだ、ベースメイクの時は別にいいけど、あ、いいんだ、アイメイクの時絶対話しかけてくんだよ、特にマスカラとアイラインの時、あ、そのタイミング、目にグッて入ったらどうすんだよ、あ、出発前の化粧の時まずいっぱい話しかけてくんだ、しょうもねえこと、あ、 T シャツ着てけ、はい、とにかく T シャツ着て足になんか塗っとけよこいつ、うん、クソボケがよ、なんか無比探そうか、もう大丈夫です、すいません、あの本当に大事な時に声かけちゃって、うん、あの今日もあの世界一可愛い彼女でいてくださいね、ああ、もう一回上げ直さないとダメだ、これ手伝いましょうか、何ができるの、てかさ、明日お互い休みだしさ、うん、うちの近所にさ温泉施設できたじゃん、うん、あそこ行かない、お、めっちゃいいね、でさタケルカップルも呼んでさ、あ、4人で行くのめっちゃよくない、多分楽しそうだね、あっちも休みだろうから、あ、タケルカップルも呼ぶんだよね、うん、うわ、どうしよう、すっぴんで行こうか迷うな、じゃあ、え、すっぴんで行っちゃえば、いやいや、ほらタケルカップルもいるんでしょ、うん、ってなったらすっぴんで行くのちょっと恥ずかしいしな、いや俺ね、全然沙織のすっぴん行けるし、全然普段と変わんないから大丈夫だよ、え、うん、沙織のすっぴんね、マジで普段と全然変わんないから、そんな気にしなくて、日曜でも俺すっぴんでもいいんじゃないかなって思うぐらいだもん、あ、全然変わらない、うん、だからすっぴんで明日行っちゃいなよ、ちょっとごめんね、どうしたの、すっぴん変わらねえって言うぜ、え、何のために時間かけて化粧してると思ってんだ、あ、いくら使ってると思ってんだ、化粧品だけで、うん、デパコスとか買ってきてよ、あ、うん、すっぴんと変わらねえって絶対言っちゃいけねえ言葉だろ、禁句だよお前、放送禁止用語だよ、そう、美容部員が黙ってねえぞ、美容部員にフルボッコにされて悲鳴だよ、そんなもん、あ、そっか、すっぴんも可愛いねだったらいいけどよ、わか、すっぴん変わらねえねえよ、別に嬉しくはねえよ、別に、あ、今のこの年代的に言われてもさ、あ、化粧に力入れてんだからよ、あ、どっちも可愛いねって言い方しろ、あ、何のためにいっぱい買ってきたんだよ、家建てれんぞマイホーム、その費用で、あ、すっぽけがよ、じゃあすっぴんでいこうかな、あ、すっぴんも可愛いんだけどね、んメイクしてる時も可愛いし、すっぴんも可愛いの、うちの彼女の沙織ちゃんは、また違う良さがある、すごくある、うーん、よかった、明日、あ、日頃の疲れ流そうか、うん、うー、はいはい、ただいまーった、すごいお酒飲んだでしょ、あ、うるさいね、もう、ご主人様帰ってきたんだからね、そんなことじゃなくて、お帰りなさいだろうがよ、お水飲んだ方がいいんじゃない、はぁ、気持ちは帰ってきてんの、うるさいね、ラーメン屋ね、いつも小言が多いんだよ、だからね、ストレスがあってアルコールも済んじゃいましたよ、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、じゃなくて、パジャマンの一つや二つ持ってこいつんだよ、ちょっとごめんね、てめえ、どの口が言ってきてんだよ、舐めた口聞きやがってよ、なら急に酒の勢いに任せてなんかぐちぐち言ってきてんだこいつ、急になんか天使関白みたいなこと出してきやがって、さだまさし聞いとけよ、だったら元から関白宣言聞いとけ、名曲だよ、ボケがすがや、でお前こいつみたいなやつに口に酒飲んで急に態度でかくなるやつムカつくんだよな、じゃあ普段から言っておけ、
なんだこいつ急に態度でかくなりやがって。だったら普段から羽振りとかもよくでかくしとけよ。肝っ玉が小さいくせによ。ボケがすげえ。ボケたわけ。お水持ってくるね。冷めました。あー、スーッとアルコールが今抜けました。失礼しました。なんか外走ってくれば。そうだね、アイス買ってきて。はい、あのさだまさしもちょっと聞いてくる。岐阜羽島来たな、沙織。ねえ、のどかでいいところだね。岐阜初めてだ俺。うん、ここら辺におしゃれなカフェがあるって言ってたからさ、近くだと思うんだけど。楽しみ。けど今日暑いな。超暑い。ハンカチ持ってる？沙織。持ってるよ。あ、借りてもいい？うん。忘れちゃったから。はい。暑い。ちょっと腕拭くね。え、首もやばい。あ、首。今日ハンカチ持ってきてないの？そう、忘れちゃったんだよ。あ、そっか。うわ、お腹の方もすげえ湧きちゃうねこれ。湧き。はい、ありがとう。ちょっとごめんね。うん。汚ねえな。沙織。汚ねえな、しかし。沙織。お前なんで脇吹いたんだよ、人のやつで。あ、そっか。いいんだけどさ、うん、いいんだけどよくねえだろ。あ、そっか。た、人のハンカチに脇吹くやついるかよ、お前。非常識にも程があるよ。ついやっちゃった。香ばしいって。あ、嘘。え、バーベキュー行ってきた？いやいや、今ソロキャンプ行ってきた。焚き火してきた。いや、そんなことは。香ばしいじゃん。ごめんごめんごめん。くそ、ボケが香ばしくなっちゃったよ。ふざけんなよ、マジで。汚ねえな。これ今日ずっと使っていいよ。あの、新しいハンカチ、なんか岐阜のハンカチとか買おうか。岐阜のハンカチ？岐阜ハン。それもあげるわ。はい。ただいまーった。はい。ケーキ？あ、そうそう、駅前にさ、ケーキができてたじゃん。うん、だからあの美味しいの1個買ってきちゃった。やった。ああ、もう風呂上がりに食べようと思って。1個？あ、そう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 。ホールケーキ？じゃあ、普通にショートケーキ。俺絶対このショートケーキ美味しいと思ったから1個買ってきたんだよ。あ、もう売り切れ？これしかなかったの？いや、まだ結構あった。まだね、みんな知らないからね。でもこっから穴場になるから早めに買った方がいいかと思って。え、バッて私の分は？あ、沙織の分？うん。あ、買ってきたの一応俺の分だっけ。ちょっとごめんね。どうした？買ってこいよ。あ、なんで一つだけ買ってきてんだよお前。ああ、相場買ってくるだろこういう時。うんうん。バカかお前。あ、そうか。私がお前コージーコーナーの人間だったらもう一個どうですかってぶち切れんぞお前。コージーコーナー意味わかんねえ。なんで買ってこねえんだよ。なんで？思考回路が追いつかない。どう考えてもノンストップで。なんで？意味わかんねえ。スポンジケーキだったらこのぐらいで。スポンジケーキ、バカ野郎。なんで買ってこねえ。自分で買ってきてノーノーと、うわー、ゆでティー食べようとか言ってんだよ。どういう神経で、ボケガスが。食べちゃいな。買ってきます。チョコ、ショート、あとなんかメロン系もあったけど、どれがいい？全部。はい、待っててね。西野くん。あ、部長。え、何？西野くん、今日お休みで？あ、はい。あ、これプルプルしてた。あ、そうなんです。部長もですか？そう、私はちょっと妻に頼まれて、ちょっと買い物来たんだけど。あ、西野くんも一人？あ、そうです。あれ、彼氏は？あ、いますよ。捨てられちゃった？え？捨てられて一人でどこ行くってか？いや、捨てられたわけじゃなくて一人で買い物に。あ、そういうことか。はい。え、でも私服こんな感じなんだ。あ、そうですね。ちょっとラフな感じ。地味だね、なんか西野くん。もっと明るい服とかバンバン着ちゃった方がいいんじゃない？ちょっとごめんなさい。え？プライベートで話しかけてくんね。西野くん。プライベートで。西野くん。え？プライベートの時一番話しかけてくんね、おめえみたいなやつはよ。おめえ、なんか、ズケズケなんか結構ディスってきやがって、地味とか。ああ、彼氏捨てられたんだとか。部長だけど。おめえプライベートで喋りかけられたくねえ、ランキング1位だからな、お前。1位？お前殿堂入りしてんの気づけよ、おめえ。おめえホストクラブだったらおめえの写真入り口に飾ってあっかんな、お前マジで。どういうことだ？ドンペリ入れてやろうかな、こいつに。もう殿堂入りしてやっから。上司だけど。ふざけんなよ、クソボケがよ。覚えておけよ、しゃぶりかけんな。どっか一緒に行きますか？いや、まだ会社でね。極力出たら喋りかけないから気をつけてね。